まあ、いろいろ、仕掛け人がいろいろ考えてくれてまして。うん、そうか、それは今ではちょっと、今ここで言えへんけども、何かスペシャルなことがあるということでございますね。そう。あと忘れちゃいけない、まあ、この曲が発端になった、はみ出せメガネマガジンレジオっていう、はい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 、ラジオを私たち二人パーソナリティがやっているんですけども、はいはいはい、高尾さんでも、はい、ラジオ関西さんも、はい、聞けます。はい、聞けるんですけど。超 A&G プラスで、はいはい、日曜日の夜10時から。なるほど、なるほど。まあ、確か公式サイトとかを見ていただければ、はい、番組情報、はい、うん、とうとう、お時間とかわかると思うんですけど。そうなんですよ。で、その、メガネマガジンっていう学研さんが出てる雑誌があるんですけども、うん、パブリッシングそうそう、あの雑誌自体が、萌え萌えな超萌え萌えで、言い口が超萌え、あ、違う、ごめんなさいね。ちょっと目移りしちゃったもん、ほんとに。全然照れてないな続けない。どうか褒めたたえるといい。かわいい。じゃあもう、もう早く、早く可愛く出してよ。早く。早く可愛くなって、もっと可愛くなって、足りない。気持ちよくなりたい。あまりやりすぎてね、本当に事務所にね、井口さんをね、悪の道に染めないでくださいって来ちゃうから。怖いって言うだけでダメなの？ダメなの。私があんまり近づいちゃいけないの。おや、そうだ、まあそれは。この辺がアンパイなのよ、多分。そうだ、この辺アンパイ。今言わなきゃ大丈夫なのよ、大丈夫なんだぜ、俺な。そう、何にもないの。何もねえよな。井口可愛いな、本当に。井口可愛いって話をしてるだけだもんな。なあ。そうだよ。本当に放送事故になっちゃうからやめとこやめとこ、まあ、そんなわけで物語よろしくお願いしますってことですよ、よろしくお願いします。